パパがすぐ近く、会社からすぐ近くで、そこに、お前、ミオパパオールで、いってらっしゃい。こちらが機械でございます。こうやって貼られていくんですよ。空気抜ける瞬間を探して。これね。で、親子への質問タイム。みおちゃんが YouTube に出ることに対して、お父さんとしてどう思いましたか？みおちゃんも見られてるんです。あ、フラちゃん。あ、じゃあ、ああいうのは正直どう思うんですか？まあ、正直ですよね。おはようございます。おはよう。おはようございます。視聴者の皆さん、あのね、今ね、ミオパパがすぐ近く、会社からすぐ近くで、まあ、マンションを、動画に1回なったかな、そのマンションを僕はな、購入しましたみたいなやつで、はい、でそれが A 棟 B 棟って2棟あるんだよな。でもうその A 棟みたいな方を 4LDK かなんか、デラ広い部屋が3部屋があって、うん、で1階を食堂で、はい、2、3階を寮にしようと思って。あ、ベトナム人実習生、もう日本人もあれるから全部個室にしたい、うん、実習生でも全部個室にしちゃおうかなと思って。いい、まあ、別にいいじゃん、そっちの方が、うんうん、そこに、うん、お前ミオパパオールで行ったら怒られたりする？いや、怒らないと思うよ。お前来るのとか聞かれましたもん。そう、あ、あとね、もうちょっとこれ先になっちゃって申し訳ないんですけど、あのイベント、はい、とあの足場材の買い取りだけじゃなくて、今ね、あの工具など建設資材の買い取りってちょっとやろうかなと思ってますので、ぜひ声かけてください。で、足場資材をね、まあ、ありがたいことにね、何件か来させてもらって、うちはまあジムとか置かずに、このネット集客だけだから、広告宣伝費ってかからないから、だからまあ、買取金額も上げれると思うんで、どっかで見積もりとか取ってたらね、まあ、そこよりは全然上げれると思うから、ぜひ、あの足場材の買取や、あの工具の買取など、声かけてください。はい、よろしく、いってらっしゃい。行ってきまーす。こんにちは。こんにちは。こんにちは。だって直人くんから許可いただいたので。私と同い年なんですよ。あ、そうなんだ。はい。でも貼ってるじゃん。職人です、もう。もう貼ってるのに嘘ついてるんですね。こうやって。かれこれ5年ぐらいの。へえ。腕前です。すごいすごいって言われてちょっと嬉しがってピースしちゃうみたいなね。恥ずかしい、分からなくなってきた。汗も止まらん。ちょっと緊張。食品さんが来ました。あ、お疲れ様です。連れてきた、捕まえた。出しちゃいました。なんで盛り付けさせちゃったの？そういうの早く教えてくれないと。あ、まあ、そうです。こちらが機械でございます。え、なにこれ、すごー。え、こっちに乗り付け、こっちに乗り付けると思ってました。あ、壁になんか乗り塗ってから貼るんだと思って。あの中にはあるんですけど、へぇ、こっちに黒に。絶対今まで見たことない光景ですよね。ない。あ、佐々木ですよ。すごい。やっぱ楽しいわ、こういうの。なんか見たことないもの。そう。だって目が興味津々ですよ。めっちゃ楽しい。求人書いてる、求人。求人、求人、あ、求人、はい。はい、こちらまで。こちらまでで、ね、ここにも出んかもしれんし。求人、人募集してます。募集してるんですか？募集してます。違う違う違う、お前覚えろよちゃんと一回。無理だって。何をやったのか分からない機械、こっちこっち。間違いない。え、これはもう畳み方覚える、うん、あ、むず。畳み方むずすぎんか。どうやった。ここに糊をつけないようにつけていかんもんで、ここ畳んで、はいはいはい、糊同士をくっつけてる感じ。はいはいはい、すごすぎ。はい、いいよ。はい、いいよ。最初こうやって折るって言ったよね。ここ持ってます。いや、あ、ここ何、こう、こう持つ、こう乗り付け出てくるで、押さえて出てくる、ここ押さえて出てくる、こうやって
出てこない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 怖い怖い怖い早いよりベチャッとついちゃうやばいやばいどうやるのどうなってるか見せてこれどうしたいのもう一回ちょっと返すあっ見とけよ言ったら見とったけどやったらわからんもんあのペコさんちょっと一回出てくださいいや絶対むずいだってペコさんぐちゃぐちゃなるよねあ、すごいすごい。できたできた。もっとゆっくり。こうできた。だから下引っ張っとるだろう。下引っ張って、下引っ張っとるんだって。そう、引っ張ってる、そうなんですけど。引っ張れる。お前じゃない、かけた。え、これ。これ繰り返す。そうそうそう。そうそう。もう、でもちょっとボコボコしてます。いいですよ。引っ張ってて。でかったね。ここえ切れないですけど怖っ あちょっとここ簡単そうに見えるけど難しいえバカむずいんですけどねやばいやばい手怖っみおちゃんあで丸めてこれの状態で丸めてるペコちゃんの挑戦全然できる気しんかったわ今見とってもここだったわ、はい、怖い怖い怖いえ、これくっついてんのほら、私と一緒の現象にあ、そうそう、ビオ移動じゃんやっぱ理解力が違うんだなえ、確かに上手、ねカッター使いますか？包丁使えるんです。ちょっと違って。そっか。え？全然違うよ。普通にできてるんですけど。部下道場やめや。クロスやや、クロスや。ぜひ北山美曽へ。6月19日、大阪でとび職の方、お待ちしております。じゃあちょっともう一人の職人取りたいのでちょっとどいてもろてもまだ来るの失礼しますこうやって貼られていくんですね空気抜ける瞬間気持ちいい確かにだってあの重なってるところとかねあるじゃないですかすごいこれ私たちがさっきやったのり付けをした後のクロスってことですそういうことねそうですよねはいそうですよね職人さんはいこうやって貼られていくらしいすごいやりにくそうな手慣れた感じで、うん、首の角度おかしくないですけど見とけよ、うん、見とるけどわからんのだってまあここは角をね、うん、え、それわざと余らせてるの青い方はあ、切るよ合わせたでしょうん今度この下のはいで、大体まっすぐ見てうんあとで混ぜるこーむずいむずいわかるんだけど、あ、わかるにはわかるんだけど、むずい。すごい。やって、やって、やってとは。すごいね。綺麗ですよ。確かにこういう壁紙ですよね。うん、うちもそうだもん。こういうやつだもん。なんか貼ったかのように見えないですけど、貼ったようには見えないですね。貼ったように見える。
あれ。これまず。どうやってこれ。こう持つでしょ。うんうん。あ、それとかされてますのね。で、ここ。で、これ。伸ばして。で、右5センチぐらいかぶして重ねて。この青いやつと赤いところも。こんぐらい？持つの？はいよ、それぐらい。で、これ。上合わせでしょ。うん。見ててさ、同じよ。よいしょ、なんか落ちてくるけど、こいつ。ああ、どうですか？ある程度合わせたら、今度まっすぐですよ、ね、この重ね見るでしょ、うん、で、下の重ね見て一緒だったら一緒くんって怒るんですよ。痛い。こうやって、うん、もっと下から、下ら辺でこれ辺で、上に、はい、こうやってもっと力入れて、なんかここがありました。そんななんか何もないところにしてるんですよね。ないんだって、それあのところが、こういうのが電気の、もっとグッとする、なんかこんなの優しい、もっと触りたいんだけどね、力いっぱい出てるつもりなんですけどね。お、上手だね。あ、ちょっとヘラが。で、最後はちょっと浮かせる。一回止まって。ここら辺で？うん。で、ヘラだけ動かして、また切る。あ、そういうこと？こうやって？うん、まあいいよ。まあいいよってことは違うんだな。切れてねえ。おかしいな、もう一回切るか。これでちゃんと拭いて、こことこことちゃんと拭いて、拭いて、うん、あ、のりですか、のりを、うん、これをちゃんと拭かんとクリーニング屋さんに怒られる。へー、できるとは思えない。重なったら切らん、無理、絶対無理。それは無理だわ、申し訳ないけど、これをあのクロス2枚だけ切らん、うん、2枚だけ、このピンクリテープを切らないんじゃん、え、すごっ、すごい、これはやってみてできる、できるってそんなにやったら動かしたらやばいからやめた方がいい、全然わからない、全然わからない、どうやってだって赤色切らないってどうしたのって感じじゃないですか、力加減ってことですか、力加減、そんなわからない、でも世の中の人はみんなそれやってる、そうですよね、マジでわからんじゃんどこか、え、じゃあここで質問タイムでいいですか、親子への質問タイム、まず、はい、じゃあどうしましょう、みおちゃんが YouTube に出ることに対してお父さんとしてどう思いましたか。いや別にどうも、え、全然いいよみたいな感じですか、もともと活動部が動画やっとって、あ、はいはいはい、それに対して何も思ってないんです。確かに、あ、顔出ししたじゃん、そうだよね、急遽顔出ししたもんね、心配とかないの。逆に何の心配がある、なんか顔出ししちゃったからさ、うん、なんか危ないなとか、それ一緒でしょ。確かに、何顔出ししにくってる、まあそうか、なるほど、一緒か、じゃあ別にみおちゃんが顔出ししてることについては別に、まあ、かもなく不可もなくお好きにどうぞって感じですかね。まあでもそう、え、ちなみにママにも聞いてみます、ここで声だけ、ママみおちゃんが
YouTube にこう顔出した時どう思いました？そう、なんかあるじゃないですか、やっぱ中には顔出ししてほしくないなとか、自分の子供が。今は別にそうそう出したんだと。でもそうだ、ママはファンでいてくれ、ファンの一人ですもんね、塗り替え道場の。フラちゃんも見られてるんです。フラちゃん。あ、じゃあ、ああいうのは正直どう思うんですか？まあ、正直見たくはないけど。ですよね。まあ、いい大人があるのも楽しい。見たくはないとか。いや、そりゃそうよ。前にはサムネかタイトル見て見るのやめてらっしゃる。あのうちのお姉ちゃん、あ、確かにリオちゃんのそれを見たくないって、その回だけ見んかったって。確かに嫌だよね。でばあちゃんも見たんですか？ばあちゃん見たって言ってた。そのフラちゃんのやつ知らん。そうだね、全部見てると思う。でもばあちゃんのドッキリのやつあったじゃないですか、翔さんと私、うんうんうん、のドッキリのやつは見て、うん、孫がこんなことされてるとか言って。おばあちゃんごめんなさい。でも今後家族とかで出かけてたら、あ、塗り替え道場のカメラマンさんですよねって声かけられる可能性もあるからね、みおちゃんが。まあそうか、顔出しちゃったから。そう、家族のおる時間の時にそうやって声をかけられる姿を見て。どれもないかな。こっちが恥ずかしいですよね。あ、逆に。あ、でも私もあるんですよ、親とか弟と出かけてて、カンタと一緒におると、あ、塗り替え道場って言われると、最初の頃はすごい嫌でした。親おる時にやめてっていう気持ちは正直あったんですけど、今やもう弟も親も何の反応もしないです。もうこれででもね、求人もその方が伸びるかもしれないですね。来るかもしれないです。ぜひ来て、山で、ぜひインスタと、インスタもあるんですよね。インスタしかない。インスタ、じゃあインスタも載せて、ぜひよろしくお願いします。お願いします。とび職の方、ご参加お待ちしております。じゃあちょっとカメラ持ってもらって、ペコちゃんとまた見てね、3人でやるの。めちゃくちゃ使うやん。じゃあ今日はこんな感じで、北山美穂さんのお手伝いをさせていただき、まあ、ただ邪魔しに来ただけなんですけど、拝見させていただきましたので、ぜひ塗り替え道場の方もよろしくお願いいたします。せーの、また見てね。何この絵。私これ普段やらないんでちょっと恥ずかしいです。確かに。ありがとうございます。